皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。マインクラフト実況プレイ、今回は地図埋めをしていきたいと思います。では早速行きながらお話ししたいと思うんですが、この動画を撮る前に2本撮ってあるんですけれども、1本目はカクカクで、そして2本目がですね、解像度がね低くなってしまっていたので動画にできないということで、この地図の枠の部分も全然ね埋められていない状態だったんですが、前回前々回でね埋めてきましたまあボツになってしまったんですが、まあ、見れてない部分がねかなりあるので、この動画にできていなかった部分も含めて、まあ、今回は見ていけたらなと思っております。でね、村もね見つけたんですけど、それは地図の範囲外だったので、またそれは新しい地図埋めをするときに見ていきましょう。まずはここまっすぐかな、で埋められるところまで埋めていきます。あ、ツツジの木がある。ツツジの木の下は確か繁茂した洞窟があるんですよっていうコメントをいただいたので、それも今度さ確認しに行きたいね、まあ、もしくは今回何もなければ発見することが何もなければ、それも確認しに行こうかな、まあ、すごいじゃんここ、ガッタガタだな。うわ危な、ちょっとここ降りていこうとしたのに怖すぎでしょう。うわー、あそこの水が全部流れてかなり下まで続いてるのかな。でも明るいからモンスターは湧いてない感じかな。待って、あっち繁茂してるっぽいな。粘土とブリプリーフだっけが見えますね。多分あそこにあったツツジの木の下ってことかな、まあ、鉱石回収もしたいけどちょっと先を急ぎましょう。あ、待って、豚がいっぱいいる。いいね。あ、やべ、子豚殺しちゃったよ。でも子豚は何も落とさないからな。はい、そして今さっきさ、やっぱりいたですね、ワンちゃん。ワンちゃんたちこんなところにいたの。前ね探した時めちゃめちゃ苦労したんですよ。20分ぐらい走り回ったのに全然いなかったんだけど、こっちにもいるじゃん。私がまだ来てなかったところかな。また3匹いる。違う、4匹いるな。こっちが白樺の森になってますね。かなりでかそうな白樺の森って感じかな。ちょっと隙間が空いているところはエリトラゲットしたらまた飛んでね埋めに行きたいと思います。お、またワンちゃんがいる。かなりワンちゃんいるね。でもここには1匹しかいない。ごめん、肉持ってるけど骨持ってないんだだから連れていくことはできないな。あー、湿地帯とかもね早く発見したいけど、ここのワールドあるかな、地図1枚分の中に。よし、ここでちょっと折り返していきましょう。今度はこっちをまっすぐに行ってみる。あ、待って、あそこにあれがあるな。なんだっけ、沈没船。沈没してないっぽいけど沈没船がありますね。見ていきましょう。綺麗に残ってる感じかな。あ、待って、あっちダークオークだ。あっちは多分地図埋めしてんのかな。ちょっとここで宝箱を探していきましょう。あれ、なさげかな。あった、1個だけ。え、しかも雨が降ってきたんだけど、これ後ろの方にはなさそうかな。うわー、せっかくの沈没船なのに1個しか見つけられなかったわ。うわ、しかも青くなったじゃがいもこんないらんてそしたらちょっと戻って先を進みましょう。お、ダークオークが見えてきましたね。すぐ横がダークオークだ。うわー、行きますか。あ、待って、ここね記憶にあるかも。私地図埋め前回ねほらボツになった動画で通った記憶がありますよ。怖いね、ダークオーク。モンスターがね発生するんですよ。ああいう風にスケルトンがいるんですけど、まっすぐ行きたいからな。やべやべ、見つかった。バチンバチンってされる。うえい、危ない危ない、まっすぐ行こう。うわ、怖い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 。あ、ボタンかな、ボタンの花がある。よし、これからちょっとこの山の上に登っていきますか。山登るの大変なんですが、見晴らしが良さそうですね。うわ、鍾乳洞。待って、私ここ見たかもしれないな。多分ね地図埋めの時に見てると思う。グリーングリーングリーン、エメラルドがある。綺麗ですね。うわ、上について見てみると周り一面オークか白樺かダークオークしか見えないね。え、待って、こっから降りんの待って、この地図まっすぐ行くってことはここ降りなきゃいけないんだけど、怖すぎじゃない。ゆっくり降りて先見ていこうかな。白樺か。おっと、ここは、うわ、でっか、やっば、なにここ、でかすぎじゃない。ちょっと、うわー、なんかすごすぎる。綺麗だね。でもあっちはゾンビがいる。あっちにも続いてるな。
おわぁ、こういうところもあるんだね。ちょっと足元ほんと気をつけていかないとやばそうだね。ストンってさ、一マスで落ちたりしたら。うわぁ、これはさっきのところに繋がってる。ここの水から降りられる感じね。オッケー、ここまで来たら、今度はこっち側に行きましょう。ほんと内側が緑ばっかりだ。ここから見える景色、あっちがダークオークだね。で、こっち側は、うわ、すごいな、あそこ。どうなってんだろう。ちょっとかっこいい。こっち行きます。うわぁ。落ちるの怖。なんかそこ穴開いてるっぽい。この下がもしかして洞窟に繋がってる感じかな。うわ、森を抜けたらこっちは平原っぽい感じがするけど。なんか治安悪いな、ここ。ちょっと危ないぞ。うわ、平原。あ、しかもまたワンちゃん。今日はワンちゃんデーだね。いっぱいワンちゃんが見つけられてるけど、欲しい時にいないっていうのが、まあ普通か。よし、寝ましょう。おやすみなさい。あ、待って、あそこの沈没船で私多分前回ボツになった動画で海洋の心をゲットしてるはず。多分ね。オッケー、この辺かな。そしたらこっち側に向けて、また地図埋めを再開します。なんか他にないかな。お、待って。松林に突入するよ、ここから。ん？今、声したよね。絶対に声した。あ、村がある！村がある！ねえ、村がある！え、私、この近くまで来たことあるってこと？子供の声もするよ。新しい村！嬉しい。この地図の範囲内で見つけた村、二つ目でございます。二重扉。あ、下にも続いてるな。旗が欲しいところですね。でもちょっと夜になる前に宝箱発見。はいね、ここを離れていかないといけない気はするけど。開けます。お、エメラルド、かぼちゃの種を巻きますか、今度。うわぁ、羊狩りしとけばよかった。豚ばっか飼ってるんですよね。燻製器だ、もらってこう。燻製器があれば。あ、豚さん。なるほどね。いいですね。豚屋さん、お肉屋さんでございました。お、あ、パンもある。いいね。で、チェストも回収してこう。ありがとうございます。あ、羊いた。ラッキー。ちょっとこの羊さん飼っていこう。そしたら、この棒で白色の旗を立てましょう。うわ、やったー。これで村の場所がわかるようになる。このさ、家にちょっと貼り付けておこう。ほい。で、これを振ります。ほい。そうすると、白い旗が反映されてますね。ここに村があるということになります。よし。続き行こう、続き。お、あそこは砂漠か？砂漠じゃなさそうだな。どうだろう。待って、あっちは、またダークオークのバイオームか。とりあえず、こっち側に横断していこう。あ、カメさんもいる。早くシルクタッチがあればな、カメさんの卵も回収して帰れるのに。ダークオークは、ここの木の上が通りやすいからまあ、いっか。ここの上を渡っていきます。あ、森のよ、うわ、ゾンビの声。森の洋館とかね、どこかにあるかな。また地図もらって探しに行きたいと思います。あっちが松で、白樺で、オークで、ダークオークか。他のバイオーム探すのは、違う地図に行かなきゃいけないっぽいから、また早くお出かけしたいな。あ、こっち側は、また草原だ。全然違うところ走ってるのに、すごい同じようなところしかない。おお、びっくりした。ここって、どこ？待って。ここどこ？前に来たところとは違うよね。あそこなんか木があるって何？え、ちょっとここ気になるから行ってみようか、あそこまで。ここ止めたいけど。あ、待って、廃校じゃん。ここ止めて、あ、光がいる。ほい、ほい。ハンモした廃校って、ちょっと綺麗っぽくない？やばいやつがいるね。ちょ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 。毒グモウ。ここは入り口としては最高かも。うわ、やば。ここにいっぱい雲いるかも。で、壊しておこう。よし。で、ここは湧き潰しと。いた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 。ちょ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 。お前か。ちょっと倒されたらやばい今。うわー、綺麗。うわー。来んな。危ない。来んな、お前は。あ、熱帯魚も湧いてるね。かわいい。さっきのさ、鍾乳洞もやばかったけど、こっちもやばいね。うわ、綺麗。こっち側にも行けるけど、それはまた、今度、時間がある時にしましょう。見つけちゃった、見つけちゃった、やった。帰りましょう。最後の最後に大発見があったな。後半は結構雑に地図埋めしてったんですけれども、
それでもね、繁茂した洞窟、あんな大きいのとか、まあ、鍾乳洞とか村とかもね、見つけられたので大満足でございます。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。